分かれ道まで来てしまった。じゃあ。ああ。結局誘えなかったな。まあ、長瀞の行きたいとこが一つもわからないわけで、そんな俺がデートとか。ペンギン見に行きたいっす。本当ズルなんだもん。なんだよ、急に何言ってんだ俺は。ごめん、やっぱ何でも。どうってなんすか。いや、なんだろう。言いたいことあるならちゃんと言ってくださいよ。己の心に従うことだ。水族館、今度の休みとかに行かないか。行ってしまった。それってまさかデートのつもりっすか。先輩の分際でキモキモー。